アラフエラ湖はパナマのチャグレス川にある人造湖。1935年に完成したマテンダムによってガトゥン湖の上流に作られパナマ運河とつながっている。アラフエラ湖に蓄えられた水は肛門に供給され水調整に使われる運河の水の45%を供給している。チャグレス川のほか、ペイコニー川、ボカーン川、サラマンカ川、ラプエンテ川、 インディオ川、ピードリス川、サンクリーストバール川、エスカンディロス川が湖に注ぐ。アラフエラ湖はパナマ市とコロン市の飲料水の水源でもある。運河地帯がアメリカ統治下にあった頃はマッテン湖と呼ばれていた。この故障はアメリカが州国会員採出委員長のマーティン・マッテンにちなんでいた。運河地帯は基本的には 運河から8キロメートルまでの領域であったが、加えて、アラフエラコとガトゥンコも、運河地域に属し、東西に突き出るこの2つの湖の湖岸線が、運河地帯の境界とされていた。流域にはおよそ1万5000人が暮らすが、水源地にもかかわらず、上下水道やゴミ収集サービスが整備されていないため、水質汚濁を引き起こしている。また、森林伐採により、 流域の保水能力は1978年から1994年の間に8%、2000年までにさらに6%低下している。2010年12月はめ、アラフエラ湖の水位が最大を記録し、パナマ運河が12月8日から9日にかけて17時間閉鎖された。ABRWING d o i t c h ENVIROMENTAL n Security and セキュリティグローバルスタビリティ歴新トン。 ブックスピアニッシモ、125から126。プロテクティング・ワラウエラ・レイクザ・ブレティン・パナマ・ハット、ファンデーション・パルケ・ナシオナル・チャーグレス、パルケ・ナシオナル・チャーグレス、ヒドロロージア。2014年6月29日閲覧。ありがとうございます。